さんです。こちらひよママでございます。初めてケアファミリーをやったひよりママにね、いろいろ聞いていったり、私の経験上もお話ししていけたらなと思ってます。初めて、はい、アスちゃんをアスちゃん、はい、ケアファミリーとして受け入れてきて、どうでした？まあ、初めてやからあれなんですけど、めっちゃ楽でした。まあ、楽？楽。とにかくいい子。うん、性格良し、でおトイレも失敗しない。ただ、ご飯食べない。お腹の環境がめちゃくちゃやったから、ちょっとそこは手こずったけど、その預かることに関しては全く問題ないでした。ね、日よりもうちに行った時に、あんた何日食べへんかったよ。3日食べてないね。食べてないね。食べないね。じわ。うん。絶対食いしん坊になるから。なってるし。もう。あの最初の動画見るとびっくりするよね。そうそうそう、器に餌出してんのに食べへんかな、私いません。もうそんなんないもん今。今ダレ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 流してるんで、ありえね。まあそのゴミの量が増える。そう、それうち3倍になりました。3倍までいかなかったな、うちは。けどあっしゃおらん、だってうちほら1人や。あ、そうやもんね、うん。ここ一応ほらご家族で住んでてって感じやから。けどやっぱり多かった、うんうん、うちなんか犬のものと人間のものってゴミ箱分かれてるんですけど、はい、その犬の、まあ、おむつであったり排泄物であったり捨てるもん分けてんねんけど、あっしゃおる時はほんまに3倍そうそう、犬もほんと、うん、3倍ね。アスちゃんなんておしっこをばらまいたりしてたわけでもないけども、ほんとねゴミの量はねものすごく増えるんですよ、うんうんうん、だからうち水道代ですわ、うち。あ、ほらこの頭ですからね。それもうね、もう洗わんでもね。いや洗わなあかん洗わなあかんけど、うん、水の量はいらんやん。いらん全天候対応型やからね。そうそう、うん、シャンプーすらもったいない。ボディーソープでええやろ。確かに。保護子たちが来るとやっぱりこう紐の汚れがね。そう、多分水道代ね、うん、まだ来てないねんけど、もうじき来ないけど絶対上がってる。やっぱりこう紐が傷んでたりとか、あの臭かったりとかいうのはね、もうこれはねもう繁殖場の子であったりすると、もう特にね電気は変わらないんですよ。電気すごかったかも。あ、そうか。アスちゃんのためにずっと切ってないし、アスちゃん温度にしてたから、うん、ああそういうふうなことするとかかるかもね。相当下げてたんで、ね、あの寒いのが得意な人がいるので、ね、おるもん ね。あ、りんちゃん電気代もすごいやろな、絶対。何かと結構だからそういう面では増えたな。ケアファミリーになると保護団体から病院にかかった場合の費用とか、うん、フードとかはね、うん、あの日だまり会の場合は全部支給されしてもらえるんですね、うん、ただまあそのいやうち受け入れたので水道代3倍になったのでくださいとかいうのがまたそう違う話なので、意外と盲点だったのは水道ゴミかな、うちの場合は。電気、掃除機もめっちゃかけてたもんな。あ、そう、うち YouTube でおっさん中でうち我が家も映りまくってますけど、いつも汚い我が家なんですけど、それでも掃除が追いついてないだけっていうね。あのケアされてなかったから、その分ねすごい量が抜けるんですよ。それですよね、うん、すごかった。アデちゃんとかはもう常に やってるからそんなにね、うん、あの抜け落ちないんだけど、ね、うん、掃除機もようかけてたな。そう、掃除機というかあのねこの毛のボールがね、そうだ、ほんとブラッシング2000円、数時間はすごい多かったかな、うん、まあ時間もかかるしっていう、まあその中で自分の仕事とか、まあその犬の面倒を見て仕事やってればいいというわけではないですから、買い物行ったりね、いろんなまあ銀行の振り込みしたりとか、まあ最近はもうアプリでねできるようになったんでだいぶ楽になりましたけど、ほんまほんまね、うん、
し、やっぱり最初分かったのはね、器とか。ああ、うん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 。まあ今はフードの器とか6個ぐらいはあるし、うんうん、そういうのがね、日だまりさん、ボスママの方からも、うんうん、首輪とかリードとかいうのはいただけるんですけども、うん、まあほらマシューみたいにマシューが3本切ったかなリード、うん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 、髪切っちゃう子とかもいちゃうんで、そういう部分でご飯とか医療費以外でもかかってくるっていう部分はありますね、どうしてもね。あっちゃん好き嫌い多かったから、フードいただいてるフードにウェットを混ぜないと食べないんだけど、トッピング、そのトッピング、トッピングも好みがあって、はいはい、それを見つけるのにあれこれ買うやないですか、はいはい、その辺もやっぱりちょっと食が細、食が細かったのね、あっちゃんね、あの体型でな、うん、犬を救いたいっていう気持ちだけでは続けられないっていう部分はやっぱあるのかなっていう気はしますね、うん、金銭的な部分もそうだし、自分の生活仕事とどうバランスをとっていくのか。あと日だまり会の場合はこう楽な犬が来るとは限らないというねごめん楽した、うん、ゴールデンボーダーもそうなんですけど、結構噛む子は多いですね、うんうん、ピットブルだから保護子できたら大変だ、ゴールデンだからバーニーズだから楽だっていうのはないですね、まあ、そのたまたま、まあ、今回は、そう楽だ、そういい子がたまたま来たっていう、うん、まあでも精神的には結構責任果たさなきゃみたいな、あ、うん、とこはあったかな、朝ほらアスちゃんお外流行ったからおトイレは、はいはいはい、もう絶対朝寝坊できんとか、あそうそうそう、まあだからうち生活を習慣化してます、うん、朝起きるのはもう何時、うん、で何時にお散歩行く、うん、で朝ごはん食べる時間も、夜ごはん食べる時間も基本的にはもう決まった時間でっていうふうにやってるんですけど、それなんでかというとですね、やっぱ保護子たちっていうのは体調を崩してたり環境が変わったりということで、落ち着かない子たちが多いですね。その中である程度こう時間を決めてあげる、もうこっから寝る時間だよ、こっからは起きる時間だよっていうのをリズムを作ってあげることで、まあ、体の循環、うん、代謝とかも、体が覚えてくれるっていうか、今起きる、ご飯食べる、消化するっていう、なんかリズムを覚えさせることで体調を整えるし、本人も精神的に分かりやすく状態を作ってあげるっていうことはちょっと意識してるかな、うん、ビビちゃんも日和も食べなかったんですけど、食べなくてもあんま心配してないというか、なんか生活を習慣化していってるので、食いしん坊のブランちゃん、アデちゃんを見てれば、まあ自然に食べるやろうなっていうのと、うちハード散歩なので食べなね家でも腹が減るというか、アシャデブやったから、うん、食べんでもそうや、ね、もう引き下げたって、うん、あもう食べんでいいみたいな、そう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 、うん、無理して食べさせる必要がないので、残すことが多かったからね、うん、だけどまあそのうち本当にあもらわれへんやって分かったみたいで、あ下げられんねやみたいな、うん、ずっと置かれてた環境におったのかもしれない、あご飯を、うん、いつでも食べれるみたいな、パスタ繁殖場だっけ、そうです、あ繁殖場の場合はね結構ねバケツとかにせやね、フードドバーって、うん、入れっぱなしで好きな時食べるみたいな、そうそう、だからもうちょっと食べてやめる、ちょっと食べてやめるやったから、もうさあ下げることにしてたらやっぱり食べるようになってきたし、あと好きな感じの食べ方があるみたいで、それが分かったらしっかり食べてくれたから、まあまあいい子やったね、うん、いい子やった、ひよママはね私が誘いましたやってみいひんって言って、冗談やと思った本気やったというね、うん、いいよとか言ったらえ本気やったみたいなでも一頭一つでもね、うん、里屋さんにつなげれたら
そう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 、え、いいとって思われるかもしれへんけど、数じゃないからね、うん、うん、そう、なんか一頭ずつでも、まあ、つなげれたらいいかなと思って。そうそう、ロイは俺がうんって言えへんかったら、あ、そうやね殺処分されてる子だから、あの子は、うん、そうやな、ボスママから、うん、あのこの子どう、いけるって聞いた時に、うんうんうん、あ、いけよって言ったから彼は生きてるっていうのがあるから、で実際ものすごいいい子やん、いい子、うん、うん、だそう思うと、まあ、あの数じゃないなっていう、そうやね、うん、自分たちでできることを少しずつだけどやっていこうというスタンスなのかなっていう気はしてるかな。なんかまあ皆さんもこんな感じです、それぞれできることをちょっとずつ、はい、こんなことをやってみよう、あんなことをやってみようっていうのはね、人それぞれだと思いますので、皆さん、なんか、自分のできることをちょっとずつという感じで、犬たちの幸せを願って頑張っていきましょう、はい、ということで以上、おっさんとよりママでした。あれちゃーん、今日であんなところにも、バイバイ